るくるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。あーちゃん、見てるくるぶしです。ジョラです。Okay. 久々にあのズームで配信するとやっぱイエーが途切れますねこれ。今日は忘れかけてたズームをね、久々にやっぱ古きを知り、そう去年ねすごいお世話になったからね。そうだね、お世話になりましたね。今日はリモートで行います、リモートで何すんの今日。鬼滅の刃。今日はですね第2話を見ようかなと。遅いペースが。今日はですね、しょもちゃんと絡ましたら面白いんじゃないかというアーティストをですね呼びまして。なるほど、誰、はい、パーマ大佐。パーマ大佐今ね離婚してちょっと傷ついてるから。僕がですね、四ツ谷天窓という数々の大物を輩出した、ライブハウスでバリバリやってた頃に共にですね切磋琢磨したアーティストを今日、呼んでおりますので。おお、誰かな。誰だと思います。天窓の大物やろ。当ててもいい。はい。育ってきた環境が違うからかな。大物すぎる。大物すぎる。それ今回はですね、僕日頃お世話になってる、五十嵐信治さんですね。イガちゃんが、来てくれますので。イガちゃん呼ぼうか。ほんならせーの、イガちゃん。はぁ、あ、いいよ。五十嵐信治くんです。はーい。俺リアルタイムで生動く伊賀ちゃん見る初めてやからちょっと感動しております。どうもどうも、その説は本当にお世話に。いやいやいや、あの、あのマックも無事に2台目壊れたということで。そんなことある？僕と伊賀ちゃんはですね2011年ぐらいに、ツーマンライブ、半年後に2人でワンマン、同じ月の1週間違いに3イベントどれもね満員御礼で。おー、すげえ。めちゃくちゃすごい。3ヶ月後にね一緒に、渋谷デュオに出て、僕はできんなり出ましたね。イガちゃんは機材トラブルが生じまして、ギターの音が出なかったっていう。結構あるよねイガちゃんね、トラブル系ね。それで Mac も2台行かれたっていう。話変わるけど、大阪にも遠征何度も行ってましたもんね。セブンデイズ、セブンデイズ。その当時のブッキングの人にすごい気に入ってもらえてて、なんていう方ですか。よっくん。ああ。チョモちゃんがどんどん繋がっていくね、この周りが。知ってる、そっか、知ってるよね、でもね。そりゃもう今、チョモちゃんすごい今仲いいからね。あの、アジテイトでしたっけ。ああ、はいはいはい。俺、アジテイトの筆頭株主やから。株持ってんだね。ゴリゴリの関係なんだね。そう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 。募る話もありますけど。二人のね、いろんな話聞きたい。で、まず、イガちゃんよく脱いでたイメージがありますね、ライブ後。いや、ちょっと僕記憶にはちょっとない。当時僕をあのチンチン出したりとかしてなかったんだけど、もしその時、そういう時が、はい、あんまあったんだろうなっていうようなことを、うん、まあイメージだよ、イメージしてちょっと説明させてもらうと、うん、あのやっぱすごくこう落ち込んだわけ。辛かったね。辛かったわけよ。うん、で、どうすればお客さんのハートをつかめるのかなと思った時に、あの自分自身がすごいこう何ガチガチにこう何ていうのミュージシャンっていうような気持ちで、うん、あの扉を閉ざしてたわけね。人ともちょっと割とこう何ていうのこうぶつかったりとかすることもあったし、そういうのを扉開けていこうっていうことで、うん、あのそういう意味ではまあズボンを下ろしたりだとか、あのちょっとこう。乳首の方を見てもらったりだとか。よろしくお願いします。そういうことをあの当時は例えばカラオケボックス の, の歌詞がこう流れてくる横で、まあ、裸ん坊になってちょっとこう指差しでこの今ここ歌うんだよっていうような形でこう文字をあの追っていくのを 見せてあげたりだとか。どういうあの裸でまあ、いろんなことぶつかっていこうっていうようなオープンマインドの思想がもともとあって、オープンマインド出してた時
いやまあ、出すとするならば、そういった気持ちだったよ。なるほどね。あの話飛ぶんですけど、この間僕らがですね、カバーしました呪術廻戦でした。はい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 。あの、もともと僕、イガちゃん、そうそう、開会来たっていう歌、もともと五十嵐くんに漫画のことを聞いてて、うん、で、チョモちゃんからそのカバーの内容を聞いたときに、あ、これイガちゃんが言ってた漫画の曲やと思ってで俺は全くアニメを 見ずにあの歌を歌わせてもらったんですけど、あのそれもそれだよね。どうでした？いや、かっこよかった。まずプロモのやっぱ出来っていうか、もうすごい、あの元々のものをすごいこう意識して作ってるなっていうのと、かっこいいの感じとか色合いの感じとか見てないなりにリスペクトすごい意図を感じた、それは。あ、呪術廻戦好きな人は、あ、これ呪術廻戦のやつだって多分パッと見て、あ、もしあれ、あのそのミュートして見ても分かるような感じで、あ、多分分かると思う。ああ、嬉しい。チョモちゃんがアレンジをそのままやった感じな、音楽。あれはギターだけヒッパパって弾いて、で、撮ったのも、とか、あの、この方が、あ、そう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 。いやー、なんか、イガちゃんがスラムを練習してるのをリアルタイムで俺聞いてたから、俺その時初めてスラム奏法っていうのを聞いてて、で、あのチョモもやってるって、あ、イガちゃんがやってる、叩いてるやつだと思って、リンクしたんですよね。だからなんかここに今日いる、俺以外の2人はなんかスラムつながりっていうか、いやでもなんかスラム育ちの、スラム育ちそう、そう、実際俺はスラム育ちやねんけど初めてスラム奏法っていうものを知ったきっかけの人って誰だったんですか？あ、でもね、俺、お塩さん。あ、お塩幸太郎ね。はいはいはい。あの、一人お塩幸太郎とかやるもんね。そう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 。楽器をね、一人で全然やる。そうそうそう。ほんで、なんかそれで、なんかのインタビュー見て、そのバンドを組むのがもう煩わしくて、一人で全部できないかって思ってやり始めたみたいなことを言ってて、で、なんか俺も、その、もうバンドはいいかなってなってて、一人でやろうってなった時に、俺もこれできたらええな思って、うん、2ヶ月引きこもって練習しましたねマジで、あの時はなかなか難しいな、あの脳みそが理解しないの。あ、そう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 、最初ね、同時に最初やっぱ音出なくて。イガちゃんもね、 YouTube であのスラム奏法のレクチャーを、ね、配信でちょっとやってみましょう。うわ、見たい見たい。そこで今軽くやってみてくださいよ、その叩くの。No. なるほどね。やっぱもうそもそも左手がうめえんよな。チョモとイガちゃんのスラム対決、なんかでちょっとできたらなまあ今ちょっとね緊急事態なんであれですけど。あとね、もう一個ね、このスラム奏法弾きで、うん、あのちょっとチョモちゃんがどういうふうに思ってるかなって聞きたいのが一個あってさ、うんうん、あのさ、スラム奏法ってさ、ずっとバスドラ、うん、の音がするじゃない、基本的には。うんうんうん、うん、まあ曲のアレンジによってもだと思うけど、うん、あのさ、ずっとさ、こうスラムのこのボンボンって音が入ってるとさ、うん、この音が例えば別のあのポイントで音がなくなると、うん、ものすごく寂しい気持ちになったりとかしませんか？あ、俺はどっちかというと、そのやっぱそのバンド感大事にしてる方やから、うん、打音は絶対途切れさせない。あ、そうよね。うん、だからこっちを諦めたりする。あー、なるほど、うん、なるべくコード感も常に鳴らしておきたいから、あんまり上手なおぶりとかは入れれなくて、ドラムとバスドラスネアは常に鳴らしといて。そうよね、そうなんよ。だからどっちかというと俺はその結構そのグルーヴの方に寄せてる感じ。ソロ的なことでこう、なんかさっきイガちゃんが弾いてたような。でもイガちゃんあれ叩きながらやってたもんね、今さっき。そうね、まあまあ、うん、俺ああいうのができひんねんな。すげえなって思う、ああいうの。ちょっとね、スラム奏法の話も出たので、はい、五十嵐信春のですね、レボリューションという曲。レボリューションありがとうございます。天竜源一郎。五十嵐信春のですね、レボリューション、という曲をですね、ここで聴いてもらいたいと思います。それでは、どうぞ。
悪くなって日々こなしている感じだ。ギターは今も弾いていますか。自問自答正当化で探している自分自身を夢が世界をだいぶ変えた。少なくとも俺個人の人生ってやつは確実に幸せかは不幸かといえばどっちでもないやってただの贅沢かな。メソ自己主張この先にただ見えるものは想像自己嫌悪爆発して放射していくよ。ホッパーバックダウン笑え君の心全力で主張するんだベイベーバックダウン笑え君の心伝えるよ。きっと伝えるんだまた違う自分自身をベイベーレボリューションギターともね、ちょっとなんかあの一緒にできたらだと、ね、役に立てることがあればいや俺もちょっとね早いうちにちょっと PS4 を買ってですね俺も DVD に参加したいんですけど、ね、ほんまそうだよね、せっかくなんだねクルチョモでイガちゃんの富士山に乗り込んでイガちゃんの PV あー行こう。今新曲とかないんすか。新曲ですか。新曲まあ、あるはあるわ。おぉ素晴らしい。新曲の MV 撮ろうや。あ、新曲の MV 撮ろう。こう、表にあんまり出てないけど、やっぱ新曲を作るあたり、やっぱイガちゃんらしいなと思って。ありがとうございます。いつまでもミュージシャン。撮るみたいな流れになってない。いや、全然いいよ。全然いい。いや、全然いい。海で撮ろう。富士山の海で撮ろう。富士山の海で撮ろうや。ちょもちゃん、わしやで、これ。わしや。いや富士山のなんかこう。風に吹かれてなんかいやめっちゃいいやめっちゃいいそんな痛い MV あるかね痛くない、ね、痛くないいやそう痛くないよあそうかねうんありがとうそんまあちょっとなんかそえちなみにあのその新曲のタイトルっていうのはそれがですねとても恥ずかしいんですけども家族という曲あ家族いいねそれをちょっとね聞いていただければなっていうふうに思っていますはいホームメイド家族ごめんねちょっとどういうことですじゃあその家族っていう曲を今後まああのクルチョボで撮りに行くにしろ、うん、今度あの今日ちょっとその家族っていう曲ワンコーラスだけでも最後にちょっとね あの伊賀ちゃんの方から今日はですね、俺の、戦友、五十嵐信春がですね、クルチョモにゲストに、やってきて、チョモに紹介してみた、お送りしました。嬉しい。今後とも、今後ともチョモちゃんと仲良くやってください。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。最後は、伊賀ちゃんの家族でお別れでーす。どうぞー。どんなこともできる、そんな人になりたい。一人で生きるには難しいこともある。母よ、姉よ、兄よ、子供。楽しい家族。やりたいことがある。やれないこともある。なくしたものも随分に増えた。母よ、姉よ、兄よ、子供。
楽しい家族、朝も昼も夜も仕事たまらずに泣く。今まで生きてきてこんな楽しい仕事ができて本当夢のよう。君よそこの君、明日からはもう来なくていいよ。ご苦労様でした。夢のような毎日が夢と終わった。優しく手を添え僕の背中をさする君。幸せだろうか、そうじゃないだろうか。幾年月も今日の風の中、こないだのあの思いもいつかは笑おう。春も夏も秋も冬もたくさん笑う。昨日今日明日明後日も楽しい家族、ずっと家族。カットだよ。僕はカット、カット。